やっぱり点を取ってなんぼですし、まあ、結果っていうものにはこだわり始めたので、今日も入りしてすごく期待してる選手の名前一人挙げてるからねっていう、ちょっとしたプレッシャーかけてたんですけどかけてたんで応援でこれを代表したんですけど来た母さんが言ってくれてる以上はやんなきゃいけないので、まあ、頑張ります。